40! はい、スチューです。もうロス戻ってきました。今日は、水曜日、長い水曜日です。東京出発の時は水曜日で、ロスも到着して、まだ水曜日ですね。で、当然に飛行機の中だと運動ができなかったんで、まあ、基本的に寝たし、それで、でも今日の水曜日は、自転車45分と筋トレという計画なんですけど、まあ、何もしないよりもちょっとでもした方がいいかなと思って、45分の自転車の方はこういう室内トレーナーで、部屋の中で自分の自転車を、こういうトレーナーにつけて、部屋の中でこう自転車漕ぐことができるというとても便利な道具なんですけど、そのトレーナーはだいたい 2,3 万円ぐらいします。まあもっと高いのもあるんですけど、ですぐに外すんで、外でも走れるけど、自分が持っている古いロードバイクでこの室内トレーナーを使ってます。新しい TT バイク、これで使ってないんですけど、まあ十分いい運動になりますし、フィットネスセンターのスピニングバイクまで行く時間がないときはテレビ見ながらこういう運動ができる。それに姿勢もちゃんとこう下まで、外で行くときのこう訓練、こう早く出したり早く越えたり、こう上にもうちょっと気楽にこうできますよ。だからまあ今日は45分、控えめの週なんで、まあ、筋トレは今日やらないですけど、こういう45分の、自転車、夜寝る前にやっておきます。で、明日が水泳とランニングで、普通にロスですけど、トレーニングを続けます。そんな感じで、時差ボケだし、本当は眠たいんですけど、まあ、先に45分。自転車やってからお風呂入って寝るつもりなんです。そんな感じでアイマントレーニングスチューです。スーパーフォーティー。